なりたいチャンネルです。新しく様々な自然音も始めました。そちらもよろしくお願いします。クモですが、何か過去編9、過去編10、朗読を始めます。クモですが、何か過去編9。サリエルは考える。どうすればいいのか。しかしその答えはいつまで経っても出ない。誰かを助ければ助けるほど他の誰かが犠牲になる。何かを解決すればするほど新たな問題が立ちはだかる。終わりのない連鎖。どうあっても助けられない人々。助けても助けても救われることはない。病に倒れ村を放逐された人がいた。伝染する類の病気ではなかったが、当時はまだ医療が発達しておらず、そんなことがわかる人間はいなかった。そうして村を追い出され、後足を待つのみだった病人にサリエルは救いの手を差し伸べた。病を癒し健康にして村に送り返した。翌日その人は他の村人に火あぶりにされた。病気を悪魔に治してもらったのだ。いや、それだけでなく魂を悪魔に売り渡して復讐に来たのだ。何でもいい、戻ってくるのなら病気をうつされるかもしれないし殺してしまえ。なぜ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 。人は理解できない現象を恐れる。病気で苦しんでいた人間が村を追い出した途端健康になって戻ってきた。それは人の理解の範疇を超えていた。奇跡を喜ぶよりもむしろ恐怖をかきたてた。何よりも彼らは病人を追い出したのだ。自分の見かわいさに救いを求める病人を捨て去ったのだ。彼らは罪悪感をごまかした。悪いのは病人の方なのだと。悪魔に魂を売って病気を癒してもらい捨てた自分たちに復讐しに来たに違いないと病人は言った。ありがとうございます。これで家族とまた一緒に暮らせる。その家族は進んで火あぶりのための焚き木を積み上げていた。どんなにサリエルが力を尽くそうとも悲劇はなくならない。むしろ力を振るえば振るうほどより悲劇は濃い影となって襲いかかってくる。なくならない、なくならない。なくそうとしてもなくならない。貧困、差別、戦争、犯罪。誰かが悪い時があった。誰も悪くない時もあった。誰もが悪かった時もあった。等しいのはそれらすべて人間だからこそ起きた悲劇。止める者がいる反面、貧しさにあえぐ者がいた。人は平均を望み、それよりも逸脱したものを忌み嫌い、差別する。それなのに上を目指し、平均を超えて優位に立とうとする。そして優位に立とうとするがゆえに、競合相手と争うことになる。悲劇はなくならない。なぜならば、人間とは悲劇を起こす生き物だから。悲劇を憎み、悲劇を起こすまいとしていながら、それでも悲劇を積み上げていく。まるで火あぶりにされた病人を焼いた焚き木のように積み上がる。不合理だ。悲劇を嫌う精神を有しながら、行動は悲劇を推進する。その矛盾は生物としてあまりにも不合理。しかしながら、それが人間なのだ。その不合理で不完全な生物こそが人間というものなのだ。合理的で完全な生物など、それはもはや人間とは言えない。言えないのに、人間はそれを目指して進んでいる。人間が人間でいる限り、そこにたどり着くことなどないというのに。そしてそれを目指せば目指すほどに、新たな悲劇が積み上がるというのに。なぜならば、目指すということは上を見るということであり、平等を愛する他を裏切って自分だけが逸脱しようとする行為なのだから。そして人間は逸脱したものに容赦がない。いつだって違うということは差別の対象となる。人間が上を目指すためには、周囲と歩調を合わせてゆっくりと進んでいくしかない。そうして亀の歩みのようにしか進めないから、人間は進歩しないのだ。文明が発展しようとも、中身はいつまでも進歩がないのだ。そうして上を目指しながら、いつまでも同じところをくるくる回っている。くる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 と。ポティマス、ハーイフェナスは神の摂理に反したことをしている。今すぐ抹殺すべきだ。
その過激な発言にラズドルディア国大統領は表情にこそ出さなかったものの、頭が痛くなりそうだった。実際長丁場となっている会議のせいで本当に頭が重い。疲労のせいなのだが、議題のせいでもある。先の過激発言を聞いた他の参加者たちが賛同の声を上げたり、反対に非難の声を上げたりしている。広い会議室だというのに議員たちが言い合う大音量が響き渡って耳が痛い。議題はポティマス・ハーイフェナスという研究者が発表した研究結果に対して、それを是とするか非とするか。国として意見統一をするためにこうして会議を開いている。しかし会議室の中の様子を見れば、議題が紛糾していることは誰でもわかる。ポティマスが発表したのは2つの新発見。一つは MA エネルギーという未知のエネルギーを発見し、その運用に成功したということ。エネルギー問題は先進国にとって憂慮すべきことだ。石油や石炭も無尽蔵にあるわけではなく、その消費量は年々増えている。今すぐではないにしろ、いずれ枯渇するのは目に見えており、次世代のエネルギー開発は必要なことだった。それがいきなり目の前に解決策を提示されたのだ。いわく MA エネルギーは尽きることのないエネルギーで、どこからでも補充可能。専用の施設さえあれば、どこからでも無限のエネルギーを抽出することができるという。大統領はその夢のような謳い文句を内心でバカバカしいと一言で切り捨てた。無限のエネルギーなどこの世に存在しない。そんなものは夢物語だ。夢のようなではない、実際に夢なのだ。無限に見えるだけで、そこは必ずある。それにと大統領は手元にあるポティマスの発表した論文を眺めた。そこには MA エネルギーの抽出方法と、それを電気エネルギーに変換する方法が記載されているが、肝心の MA エネルギーとは何であるかという記述がない。単に無限に湧き出る新エネルギーとしか表現されていないのだ。そんな怪しいエネルギーを使えるはずがない。大統領の中ですでに答えは出ている。それでも会議がここまで紛糾しているのは、もう一つの発表のせいだ。ポティマスの発表したもう一つの発見、それは MA エネルギーを使った人体の進化方法。 MA エネルギーを使用することによって人間を進化させることができるというものだった。論文には臨床実験の結果、被験者の著しい身体能力の向上、思考速度の微増、そして何よりも理論値で約3倍に伸びるとされる寿命、そのデータが記載されていた。結果だけを信じるならば凄まじい。実際にポティマスは被験者にスポーツの新記録を次々と塗り替えさせるというデモンストレーションをやってみせた。それだけでもその論文の信憑性を高めるのだが、膨大な量のデータがそれを裏付けるかのように提出されていた。特に寿命に関してのデータは膨大で、理論値では約3倍だが、保ちうる健康などの予測から実際には 2.5 倍から 2.75 倍程度になるだろうという推論まで述べている。普通であれば頭のおかしい研究者のザレ言で済む。しかしそれがポティマス・ハーイフェナスであれば話は変わってくる。脳移植機器の開発、クローン人間作成、がん細胞の正常化、数々の功績を残してきた天才による新たな発表。しかも被験者付き。眉唾と言ってしまうのは危険だった。何よりも否定したくないという心理がある。寿命が延びるのだ。人間が進化するのだ。これほど素晴らしいことはない。だからこそ議会は紛糾している。大統領の中で結論はすでに出ている。 MA エネルギーを否定するならば、それを使って進化することも否定せねばならない。しかし紛糾する会議室の雰囲気はそれで納得するとは思えない。会議は続く。進歩のない人間に一石が投じられた。進化するのかしないのか。進化をして果たして進歩はあるのか。過去編10。グリエの手が駒をつかみ、迷うことなく盤上に置き直す。ムッ。そのグリエの一手に向かいに座った対戦者が小さくうめいた。そのまましばしの時間が過ぎる。投了だ。そして対戦者は駒を動かすことなく投了した。いやはや腕にはそれなりに自信があったのだが、
ここまで完膚なきまでに圧倒されると逆にすがすがしい。その言葉は悔しさを隠すためではなく本心から言われているようで、対戦者は負けたというのに楽しげな笑みを浮かべている。対戦者、ホドウイは盤面の駒を初期位置に戻そうと手を伸ばした。まだやるのか？危機として対戦を続行しようとするホドウイに、ユリエはややうんざりしたような声で尋ねる。サリエルに会いに来たのに、出迎えたのは目の前の老人で、ずっとゲームの対戦相手をさせられている。時間なら有り余るほどあるのだから、少し暗い追い先短い老人のために使っても罰は当たるまい。確かに、竜であるギュリエには時間が有り余るほどある。ホドウイが満足するまで付き合っても、時間を浪費したとは思わない。竜と人間とでは時間の感じ方がそもそも異なる。人間の一生分の時間が、竜にとっては一瞬。人間は時間を有限のものとして見るが、竜は時間を無限のものとして見る。それこそ本人の言うように、追い先短い残りの時間つきっきりで対戦相手を務めることだってできる。もっとも、追い先短いと言いつつもしぶとく生きながらえそうだと、ギュリエはホドウイを見て思ったが、ギュリエは諦めてホドウイの相手を継続することにした。二人が対戦しているのは古くからあるボードゲームだ。地球でいうところのチェスや将棋に近い。ただ、それらに比べて駒の種類が多く、盤面も広いためより複雑だという違いがある。そのため、一戦するのに長い時間がかかる。プロの勝負は5日間にわたって行われるほどだ。その勝負も、これで17戦目となる。もちろん、そんな回数1日で終わるわけがない。ギュリエは数日間にわたってサリエルへの面会を求め、その度にホドウイと対戦しているのだ。ホドウイの目的は明白。ギュリエとサリエルを合わせないようにしている。ここまであからさまならば誰だってその目的には気づくというものだ。そしてギュリエはそれが分かっていても、目の前の老人の思惑に乗るしかない。今までしてきたことがしてきたことだ。こちらの誠意を見せなければ、フォドウイの信用は得られない。会おうと思えばサリエルに会うことはできる。フォドウイがいくら妨害しようとも、竜であるギュリエを止める手段はない。しかし、それではダメなのだ。ギュリエは目の前の老人に認められなければならない。竜としてではなく、同じ目線の人として。同じ土俵でこの老人を納得させねば、サリエルと同じものを見る資格はきっとない。ギュリエはそう思っている。無。ゲームではすでに完膚なきまでに圧勝しているのだが、待った話だぞ。待ったなど邪道。人生において待ったが通用する場面など少ない。だからこそ人間は間違えることを恐れるのだよ。言われてみれば、ホドウイは一度も待ったをかけたことがなかったことを思い出す。しかし、人間は間違える。どうしても間違いは起こる。その間違いを積み重ね、新たな間違いを起こさぬようにルールを定め、少しでも間違いを少なくしてきた。人間の歴史とはすなわち間違いの歴史だ。そしてその歴史を教訓にして今がある。それでも間違いはなくならないがね。言葉を重ねながら、ホドウイが駒を動かす。すぐさまギュリエが駒を動かし、再びホドウイに順番が回ってくる。しかし、ホドウイは長考に入り、しばらくの間手が止まった。そして私もまた無駄に敗北を重ねたわけではない。敗北し、失敗し、その度にそれを教訓としてきた。その教訓を生かし、この一手を打とう。ホドウイが高らかに宣言し、駒を動かす。それに対してギュリエは、間髪入れずにその一手を封じるように自分の駒を動かした。いかに間違いをなくそうとも、それが最善へとつながるわけではない。これはそのいい例だな。ものは言いようだな。17戦もして分かったことだが、ホドウイという男はとにかく口がよく回る。どうでもいい雑談から、ギュリエをうならせるような眼蓄まで、幅広くゲームの最中に語っている。言語こそ人間最大の発明とも言われますしな、人間の歴史とはすなわちへりくつをこねくり回してきた時間でもあるわけだ。いや、それはおかしい。このように本気か冗談か判別しにくいことを言い始めるため、煙に巻かれることも少なくない。何もおかしいことなどないと思う。竜という絶対者がいるせいで、
我ら人間は武力に頼るということをしてこなかった。最後に物を言うのは武力だが、そこに至るまでの口での勝負こそが肝心だったのだよ。理屈をこねくり回し、いかにして相手を言いくるめるか、そんなことばかりしていたからこうして口が悪くなってしまったのさ。自分の口の悪さを歴史のせいにするな。あとさりげなく我ら竜のせいにもしないでもらいたい。うんざりした顔のギュリエとは対照的にホドゥーイは愉快そうに笑う。まったく、その減らず口には恐れいる。こればっかりは負ける気がしませんな。皮肉のつもりで言った言葉も軽く受け流され、ホドゥーイはむしろ得意げな顔で駒を動かした。ギュリエはすぐに駒を動かし、その得意げな顔を引っ込めさせる。ゲームでは負ける気はせんが、口では貴様に勝てる気がせん。でしょうな。やはり人間と竜では思考の回転速度が違う。おそらく私が何回挑もうと、あなたにゲームで勝つことは不可能。不思議なものだ。同じ頭を使う分野だというのに、ゲームでは私に勝ち目はなく、口論では私は負ける気がしない。単純な計算能力では竜の方が優れているが、小ずるさという点では人間の方が勝るということかな。ホドゥーイは盤面を睨みながら、それでもどこか愉快そうにしている。竜が偉大であることは疑いようがない。しかし、どれだけ竜が偉大であろうと、他の生物よりも劣る部分がないわけがない。竜には人間のような小ずるさがない。それがなくとも強いからだ。人間のようになりふり構わず卑怯な手を使わずとも、正々堂々と立ち向かうだけで大抵の相手には勝利をもぎ取ってしまう。だから小ずるくなる必要がなかった。しかし、それこそが竜の怠慢。勝とうと侮るから人間の卑劣さに足をすくわれる。そう、今私の目の前に、私の口車に乗せられて自ら人間の土俵に合わせて苦戦している竜がいるようにね。さも愉快そうにホドゥーイが語る。盤面では勝利しているというのに、ギュリエはホドゥーイの言葉にどうしようもない敗北感を味わわされる。すべて目の前の竜の視点で見れば取るに足らない脆弱な老人の手のひらの上で踊らされているかのようで、そしてそれは限りなく正しいのだと客観的に見て判断する。竜である自分が人間という下等生物にいいようにあしらわれている。人間は卑怯だ。そして竜が思う以上に愚かだ。歴史の中で間違いを積み重ね、それを学んできているにもかかわらず、なお間違える。間違っても間違っても間違える。しかも質の悪いことに間違えるたびにずる賢くなるものだから、間違えた時の被害がより大きくなっていく。被害を小さくするための教訓なのにな。おかしなものだ。手のひらの上で転がされながら、それでもギュリエが人間の目線でフォドゥーイと向き合おうと思うのは、これが一種の試験だからだ。サリエルと向き合うためのその通過試験。あなたは竜でありながら人間の視点というものを学んだ。おそらくそれでも真に人間のことを理解したとは言い難い。先ほども言ったように、人間というものは竜が思うよりもずっと愚かだ。その愚かしさにサリエル様はずっと向き合ってきた。ホドゥーイが駒を動かす。ギュリエはホドゥーイが駒から手を離すか離さないかというところで自分の駒を動かした。投了だ。ホドゥーイが晴れやかな表情で自身の敗北を認める。神と人、その両方の視点を持つあなたであれば、サリエル様に変化をもたらすことができるかもしれない。人間ではもはやダメなのだ。かといって神ではいけない。神でありながら人を理解できる存在でなければ、それは敗北者が勝者に送る最大限のアドバイス、そして願い。どうかサリエル様をよろしくお願いします。ギュリエは老人の真摯な願いに肯定も否定も返さなかった。次回は雲ですか何か、過去編11、過去編12、高評価、チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。